どうも IS120% の男ブス島です。クッキングシミュレーターやっていきたいかと思います。はい、久しぶりのクッキングシミュレーターでございます。今回はね、いつもと違って、ほら見てください、一回ねライブで流したんですけどね、ケーキ屋さんです。いや、実に可愛らしいという感じでございますね。まあ実にね、まあこういうところでございますので、まあざっとね、今回はこうケーキ屋はケーキ屋の、ああ可愛らしい、本当に可愛らしい感じですね。いいじゃないですか。まあ本当ね、こういう感じでございますので、今回は真面目にねケーキを作っていこうかと思います。いや、作り方もねだいぶ分かってまいりましたので、まあ今回はね、ちょっとやっぱりね、ケーキっていうとほらね、子供がこう好きじゃないですか。でも私はあえて大人のケーキ屋をやっていこうかと思います。いやー、いいですね。もう実にもう今回は頑張ってケーキを作っていきたいかと思います。まあ今回ね、サンドモードだったかな、まあ自由に作れるっていうタイプのものなので、やっていこうかなと思います。じゃあ早速いきましょうか。あ、ちなみにね、これ使います。やっぱりこれあると便利なんで、これね、チートカオスツール、こいつを使ってはいきますけど、まあ基本的には使いますが、なんだろう、前回ね、ガス缶祭りとかやってましたけど、まあああいうのはやらずに、今回はちょっとね、めんどくさいところをこれでカットしていきたいかなと思います。じゃあ早速作っていきましょう。ここにほら、クッキーの生地だとかね、スポンジの生地とかもありますので、まあこういうのがありますから、まあ大丈夫でしょう。ドーナツの生地とかもあります。ドーナツなんかも今回は作れれば作っていきたいかなと思います。じゃあまずね、必要なバニラエッセンス、あ、いいじゃないですか。これカオスツールね、カオスツールで、まずパン生地、これ小麦から練るのやっぱめんどくさいんですよ、正直。だからこいつは複製します。今回ちょっとそこは許してくださいな。今回は今回はこののコピーを使ってやっていきたいかと思います。コピーポンポンポンと、まあ、こんな感じで、ね、できますので、この餅みたいなやつありますけど、まあこれを使ってやっていきます。まあこれくらい作りゃいいだろう、今回は。よいしょ、はい、顔つけるっぽい。で、お前どこ行くんだ。で、さらに今回はですね、ちょっといろいろとね、面白いものがありますので、ちょっと買っていきたいかと思います。以前ね、これでいろいろね、一個ずつ買ってたんですけど、もうあまりにめんどくさくて、もうやめました。というわけで今回ね、ちょっと買いたいものがあるんですよ。爆竹とかじゃないですよ、今回は食材ですね、今回は。この辺ですね、着色料をね、こう買っていきたいかなと思います。よいしょ、黄色と、これ混ぜたりもできるのかな、オレンジとかね、黄緑とか、まあこういうようなものを買ってやっていきます。よいしょ、まあお任せください。ここの通販ね、めちゃくちゃいいんですよ。購入するじゃないですか、もうね、いきなりですよ。あ、こっちだ、慣れてないですよ、まだ。ここでもういきなり届いちゃうっていうね、これね、大変素晴らしい。こう邪魔、よしで、これでまあこう取って、ほらこんな感じでね、こう、よいしょ。このね、肉フックの使い方が未だに分かんないですよ。これどうやって使うんだろう。ちょっとお前は向こう行くなよ。ああ、落っこっちゃったよ。で、今回もちょっとね、サンドモードなんで、まあ、なんでもありっちゃなんでもありなんですけどね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずここの中にですね、よいしょと、こいつ入れて、こいつを、ほら、よっと。今回真面目でしょ、意外と。ね。ほら、もうあんまりいつもね、バカみたいなことばかやっててもね、飽きられてしまいますので、ね、ちょっとたまにはね、真面目にケーキ作ろうかなと思います。はい、着色料。あ、ちょっと待って、着色料をね、これね、カオスツール増やそう。これをね、着色料をね、こう増やすわけですよ、こう。よいしょ。今回はね、これ使うので結構ね、重力変換でね、波じゃねえよ、爆竹じゃねえ、コピー。おい、はい、ポンポン、あれ？どこ行った？おい、どこ行ったよ。あ、ここに行った。よいしょ。これ結構ぶっ飛ぶからね。まあこんなもんにしといて、この着色料を入れると、はい、体に悪そうな着色料、ドボドボドボ、はい、終わったらポイッと、この辺ね。もう私はね、結構真面目でございますので、こういうのはちゃんと作りますよ。お前何空っぽなんだよ、使えねえな。よいしょ、ちょっとこれ、あれ、ちょっとこれダメじゃん、これ。まあいいや、はい、ということでございます。何これ、バグじゃねえの？一本ビューってやったらこれ、ダメなんじゃん、これ。え、これじゃあ、いける？これ。
どれ、あ、違う違う、これいけんのかな、ちょっとこれね、よいしょ、これじゃあいけんの、これ、あ、ちゃんと出るじゃん、うん、まあいいや、まあこんな感じでね作ります。はい、作ります。そしたらこいつをねこの中にぶち込みます。はい、こいつ使います。はい、この中セッティングします。あれ逆かよ、ちょっと今回はねちょっと真面目に作るんだから俺。よいしょ、でこれ入れます。はい、ここに、ここに置きます。はい、こっちでセット。はい、ぐる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 、いいでしょこれ、これよいしょ、これで、うーん、赤が足んねえな、もっと赤欲しいんで真っ赤にしてんだよな、もう一回通販で買うか。ということでね、あの着色料届きました。コピーしたらね使えなかったんでちょっと腹立たしいですけど、まあいいでしょう。でこの中にまたねドボドボドボっと入れてやるわけですよ。うーん、体に悪そう。まあ関係なし、まあ、俺が食うわけじゃねえから、あ、そういうこと言っちゃダメだな。はい、もう見てくださいこれね、もうバンバン入れてきますよこれ。これくらいでいや、まあいいだろう。まあ絶対ね、あの良い子の皆さんはね食わないでください。うわー、こぼれ、ちょっと、うわー、まあいいや、はいはい、もうドボドボドボと、はいはい、ポイッと、これでもう一回ねここに入れて、はいはい、混ぜまーす、混ぜまーす、はい、おー、なんかす、うわー、なんか自分でも溶き粉になっちゃったじゃねえかこれ。こんなもんいらん。よし、はい、もう一回作り直しまーす。はい、入れまーす、1本入れまーす。よし、溶き粉になっちゃいましたーと。はい、これ混ぜまーす。はーい、よし、いい感じ。あ、まあさっきとあんまり色変わってねえけど、まあいいか。はい、今回ねこいつを使ってやっていきます。まずねこいつもね複製したいと思います。これね今回いっぱい使うんで、よいしょ、はい、じゃあコピーツールを使ってやっていきましょうか。これ、はい、コピー、はい、ポン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 、はい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 、よしよしよし、いいですねいいですね。まあこれくらいあればいいかな。なんかこう見ると紅白餅みたいだな。チョコはいいや。さらにこの白いやつね、さらにこれ使います。ここにありますんでこいつを入れていきます。はい、この中しまいます。で、これじゃない、白いやつどっかになかった、あったあった、白、今度白使います。うい、白いのドボドボ、はい、入れます。はい、ポイント、はいと、こんな感じでねワイルドな感じでやっていくのがブサジマスタイルでございます。これも、はい、こんな感じで、はい、混ぜまーす。はい、はい、練乳キボール、はいはい、できました。はいと、こいつもね取ってね、ここにこう置いてね、カオスツール使って、これでもうまた複製します。これね、なんでこんなに使うかっていうと、ちょっといろいろ訳あるんですよ。まあそれはそのうちわかると思いますんで、まあいらないところはコピーしますけど、あ、コピーじゃねえや、いらないところは編集しちゃいますけど、まあこれでねこう、うん、ほらほらほらね、これ作るわけですよ、こんな風にね。はい、はい、これはね、まあこれぐらい作っときゃいいか。はい、ポイッと、はい、こんな感じで。はい、そしたら今度はねこいつ使います。どこだ、ないな、鍋だ、違うんだよ、これじゃねえんだよ。欲しいのが、あー、これでいいか、中型で、中型でいいや。こいつ使います。はい、こいつ使ってやっていきます。はい、今回はこいつ使ってまず、はい、いっぱい入れます。うい、これでまず1個目、あ、やべ、失敗した。この丸皿、これ使うんすよ、結構。こいつも複製しなきゃいけなかった。忘れてたよ、もう。一回ね、なんとなくだけど、思いつきでね、シミュレーションしてたんですよ、頭の中で。こう作ろう、みたいな感じで。これがね、最低でもね、二つ三つ必要なんで、まあ、この辺もやっぱこう、これタダだからね、こうやっちゃえばいいですからね。はい、こうやって。はい、こいつ、はい、作っていきまーす。はい、いっぱい入れまーす。はい、いっぱい入れたら、これ、ぽい。今回はね、真面目に焼きますよ、マジで。よいしょ、うい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 、あー、閉めんな、うい。で、こいつ入れて、まず赤いやつですね、赤い着色料を入れたやつで、これをこうやっていくと。そしてここ見るとね、はい、ちゃんと130度で2分40秒とありますので、やっていきましょう。まず130秒ね、あー、130秒、まず130度にしてあげて、次、はい、2分40秒だったよな、あ、多すぎ多すぎ、5分じゃ真っ黒になっちゃうからね。
2分40秒はいしました。はい、これで閉めます。焼きます。はい、そしたら今度こっち、はい、どんどんいきますよ。ここに置いて今度はこの白いやつを作っていきます。はい、白いやつを1、2、まあ2つ3つくらいでいいかな。3つくらい、はい、これで焼きます。今回はこんな感じでやっていきます。これはどれくらいかな、130度で1分50秒。じゃあ焼いていきましょう。150度で1分50秒ですね。はい、130度で1分50秒か。ああ、間違えた。危ねえ。間違えるところだった。130度で1分50秒と。はい、1分50秒いきましょう。よし。はい、これ本当に1分50秒待たないとダメだからな。はい、こんな感じでやっていきます。はい、まずこれが第一段階でございます。さあ、これであとは焼けるのを待ちましょう。はい、ということでできました。ほら、珍しくほらちゃんとブスシマ焼いておりますよ。ほらね、これいいでしょ。これほらちゃんと焼けた。ほら、珍しくちゃんと焼いてるんですよ今回。こちらもいけるかな。どれか、これ閉めないとダメか。これね、こうほら珍しくちゃんとこうブス島ケーキを焼きましたよ。ほらいいでしょ。これもうこれ使ってトン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 ってこうね、いっぱいこうやっていきましょう。これいっぱい使うんだよね。はい、まあすね、なんとなくまあこの辺に置いておきましょう。こいつもですね、コピー取って、はい、ビューンと、おお、ほい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 、まあこんな感じで作るわけです。これいっぱいあった方がいい。なんか原始時代のお金みてえだなこれな。まあいいんです、いいんです、これでいいんです。はい、これを作って、はい、こんな感じ。そしたらこいつを使ってやっていきたいと思います。今回作るのはね、もうみんな大好きなもの作りますからね、なんとなく想像できる人はできるんじゃないでしょうか。大体こんな感じだろうな。ちょっとね、あの凹凸関係ができないと思うんですけど、まあ大体は似たようなものは作れるんじゃないかなと思っております。こんな感じで、本当はここね、キュッてねちっちゃくしたいんですけど、できない、伸びるのかな、ちっちゃいやつ、ちょっとやってみよう。よいしょ、これで、よいしょ、今度は、そう、これがあるからね、できるなと思ったんですよ。スケールガン。これちょっとちっちゃくして、よいしょ、こんな感じにして、まあ、これをこう、上に乗っけちゃうわけですよ。おお、いいね、いいね。そしたら今度、こいつをまた乗っけるわけです。乗るのか、あ、乗る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 。そしたら今度は赤いやつ、あ、これちょっとあれだな、ちょっと赤いやつも必要だな、ちょっと赤いのもう一個作ろう。はい、ということでできましたので取り上げていきたいかと思います。これですね、このサイズのやつが欲しかったので、よいしょ、こいつを取り上げていきたいと思います。はい、これの赤いバージョンですね。こいつも複製しましょうね。これコピーして、こうポン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 、トン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 とこうね、いっぱい作るわけですよ。はい、よし、これで完成。よし、これを使って作っていきたいと思います。この上に重ねちゃうわけですよ。こうプトンと、おいね、いい感じでしょこれ。でさらに白いやつもこう重ねる。わ、これいい感じですねこれね。なんかまあなんとなく、あ、間違えた、うん、間違えたけど、まあいいか、この際もういいや。よし、赤いの乗っけて、さらに白いのを乗っけるわけですよ。これはこうね、はい、赤いのを乗っけて、白いのを乗っける、さらにここに赤いのを乗っけるわけですよね。こんな感じだろうな、うん、なんとなくね。ああ、ちょっとああ、落ちちゃダメよ。よしよしよし、ちょっと難しいねこれね。こう乗っけるわけ、わ、そうこんな感じ、こんな感じ。そして赤いのを最後に乗っけてやるという感じです。はい、でこっからなんですよ。これね、丸みをつけたいんですけど、丸みつけるのってすんげえ難しいんですよ。でこれの出番ですよ。なんとなく丸みをつけるって感じでございますね。スケールガンを使ってちょっとちっちゃくしてやると。よいしょ、もうちょい、これも、よいしょ、な、これもちょっとちっちゃくして、こんなもんにして、これもこんな感じです。そしてさらにこれをもっとちっちゃくしてやると、こんな感じ。そして最後にこれをこうグッとこう、これくらいまでちっちゃくしてしてやって、ちょっとね、後ろの方に下がんねえと無理だな、これ。うん、こんなもんか、こんなもんでいいな。よし、オッケー。そしたらこれポイと。そしたらこいつを上に乗っけるわけですよ、こうね。はい、乗っけてあげましょう。あ、こっちじゃん、こっちが先か。よいしょ、これをこう乗っける。おお、いい感じじゃねえかよ。
そう、さらにこれをこう乗っけちゃうわけですよ。ほらね、いい感じでしょ、いい感じでしょ、これね、こんな感じ。はい、よし、はい、完成。こんな感じ、どう、これ何作ったかって、巨大天下。ああ、まあこんな感じでしょうね。まあなかなかいいんじゃね、うまくいったんじゃね、これ。まあさすがに本当は丸いのにしたかったんだけど、まあこれが限界だろうな、もっとこだわって作りゃ作れるんだろうけど、まあこんな感じでね、天下ができちゃうわけですよ。ああ、まあこれはもう大人って感じっすよね。じゃあこいつを今度はね、じゃあ実際にね、これくらいのサイズを落としてやると、ほら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 、天下天下だよ、天下祭りじゃこれから、ね、もうこれはみんな大好きやこれね、天下祭りやっちゃおうかね。天下祭りです、あれちょっと吹っ飛ぶな、あ、ほら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 、天下がいっぱいですよ、ほら夢のようだこれ、天下最低だなこれ。はい、ということでね、こんな感じでね、うちの店はこういうケーキ売っておりますんで、もう天下ケーキね、まあいいですね、天下ケーキ、まあアホだなまあ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 、でもねこれだけで終わらないっすよ、うちはまだまだよ。さっきのやつね、これね、さらにこのいっぱい余ってるの、こいつを使ってね作っていきたいと思います。まずね、これ赤じゃダメなんで、もう白くちょっとね塗りたくって、ちょっとごまかしますんで、 3D 用してきたな、気持ち悪いな、ちょっと白く塗って、周りも塗っちゃって、まあこんな感じでね、こうよいしょ、こうね、おーおー、美味しそう、美味しそうだこれ、美味しそうだ、うん、今回は真面目に焼いてますんでね、まあちゃんと美味しいとは思います。まあでもそこら辺に投げ捨てるこのスタイルはいつも通りなんですけど、でさらにここでね、よいしょ、さらに作るものがあるんですよ。ほい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 、クリームケーキ、クリームケーキ、後ろは赤いんですけどね、まあその辺は気にしないでください。まあこれくらい作ればいいか、よいしょ。そしたらこいつをね縦に並べていくわけですよ、こんな感じでね、まあいつも通りね、よいしょ、こんな感じで並べていきましょう。まあこれくらいの高さだろうな、こんなもんだろうな、よし、オッケー。そしたら今度はこいつを使って、ねオレンジ色に一部したいんだ、よいしょ、というわけでまたこいつを使います。よいしょ、はい、白くしてオレンジのこれを入れてやりましょう、オレンジ、よし、こいつを混ぜてやる、ほらやったらんかい、よし、これでこんな感じにして、こうぐるぐるぐるっとやってやると、おいはい、なんか失敗した、もういらない、こう、はい、もう一回、はい、ということでね、オレンジのこれ買ったんで、ちょっとこれでまたケーキ作っていきたいと思います。ちょっとこいつが必要なんで、オレンジが必要なんでね、もうよいしょ、こいつを入れてここでまた混ぜると、今度はオレンジのケーキができるわけですよ、これ、よいしょ、これでねできたので、こいつを焼いていきたいと思います。焼き上がりましたので、こいつをやっていきたいと思います。はい、ここでもね取れますので、こいつをね取ってね、こいつですね、今回は。まあだいたいね、もうここまでくればもうブス島のね、ね、視聴者の皆様はなんとなく想像できると思うんですけど、まあこれでね、まあポン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 これ作っていくわけですよ、こういう風にね、ほら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 、まあこれくらい作りゃいいでしょう。よし、さらにここでさっきと同じようにですね、どこだどこだ、こっちじゃねえよ、スケールガンにして、よいしょ、こいつを、よいしょ、スケールガンにしてですね、よいしょ、これくらいにして、ちょっとこれを、おっとっとっと、ちょっとスケールガンになってねえぞ、あ、はいはい、ちっちゃくなりました。こいつもちょっとちっちゃくします、もうちょいだな、よいしょ、こいつもさらにちっちゃくしてやって、本当はねもっとねギリギリまでねいろいろやりたいんですけど、ちょっとね実のこと言うとね 3D 用意してきまして、あんまり 3D 実は強くないんですよ。でね、ちょっと酔っております、今現状でちょっと気持ち悪いです今ちょっとね、あんまり無理してもねしょうがないんでね、あれですけど、よし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 、こんなもんかな。さらにさ、これをもっとちっちゃくしてやると、
少しこんなものにしよう。さらにこれをもっとちっちゃくしてやればもっとリア、あーおい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 ね、これくらいにしてやって、じゃあ並べていきましょうか。何を作るかって言ったらね、もうこれ並べる、はい、そしたらこれですね。次順番にすればよかったな、分かんなくなるからね、こうねちっちゃくしてやるわけですよ。もうさらにこれをここに乗っけてやると、これでかいな、ダメだな、こっちだな、よし、これを乗っけてやると、ほらね、いい感じでしょこれ。さらにこれをこう、まあ、ね、ブス島のあの視聴者の皆様はなんとなくもう想像はできているんではない、これいらない、よしでしょうか、おい、こんな感じでね、よし、なんかリアルだなこれ結構まあこんな感じでございますよ。もうよいしょね、これみんな大好きですから、天下のお供でございますよこれ。ほらどうですかこれ、はい、ペペローションっていう感じでね、やっていきたいと思います。まあこれでかいんでちょっとちっちゃくしましょう。はいはいはい、とうい、スケール感でね、キュート、まあこれくらいも特大サイズにしておきますかね。そしたらこれで今度はろくなものは相変わらず作らないブスジムでございますが、まあまあまあいいでしょう。これをコピーして、コピーしたら今度はこれを複製ですよ。あれどこ行っちゃった、複製したいんだよ、あおお、どこ行っちゃった、ちょっと 3D 用してんだからちょっとね早くね、ちょっとなん、ちょっと許してよいろいろ、うえよ、ペペローションいっぱい飛ぶなこれすげえな、こんなにバンバン飛ばすんじゃないよペペローション、ペペローションいっぱい作りますよこれ、ほい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 、まあこんな感じでね、こう作っていってあげると、よいしょ、はいこれポン、そしたら今度はこれ、あーマジで寄ってきたぜ、まあここにね並べちゃいましょうか、はい、こんな感じでね、どうですか大人のケーキ屋さん、ほーらどうですかこのねペペローションとね天が、これね近くで見るとこうですけど遠くで見たら絶対そうでしょ、ほらとてもじゃねえけど、まともなケーキ屋じゃねえな、あーまあ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 よいしょ、まあいいとしましょう、ほらほらほらね、遠くで見たらもうもろそのままですよね、ショーウィンドウ越しひでえなまあいつもねガス管爆発させるだけじゃないんですよ仏島は、ほらこんな感じでね、天下とねペペローションが並んでるケーキ屋という感じでございます。まあいかがですか、たまにはこういうね真面目ケーキを作ってみるっていうのもどうでしょう、真面目かどうかは別ですけどね、はい、ということで今回はこれくらいにしておきたいかと思います。大人のケーキ屋でございました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします、ブス島でした。ではではと大人の事情があんだよこれやべえな90年代やっぱ怖えな、リニポジだけ消した方がいい、もう詳しいことは言わないでくれ、おっぱいは揉むことせんの、あ、こぼえね、パンツ、コンプラって言葉がでっ嫌いなんだよ本当は、ソープランド、常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。